何万ドル。あれ？無料。ああ。マスクが使いすぎてオーバーや。ブレーカーが落ちましたな。そうでしたね。ちょっと待ってるな。いやだ。なんか一番当たったんですか。あっちでも明るいよ。うん。雷の人もね。恐ろしい。ね。なかなか最近ポール電化とかありますよね。冬場にあのファンヒーター使っとったらやっぱこんなことなりますね。昔の灯油ストーブね、灯油入れるが手間ですけど、あれはあれで理屈なもんでね、電気使わんでいいし、上でねお湯沸かしたり餅焼いたり芋ね焼いたりできるので、なかなかねいろいろ。それはね、わからんのかった。弱ったね。真っ黒になっちゃった。あ、ろうそくついてたんだけど。そうですね、ろうそくはあっただけいいですね。あ、なんか何万。何万。何万。はい、どうも、皆さん、ようこそお参りくださいました。はい、去年に、続きまして12月は、本山ご女性会ということでですね、教務員という役をしております、私羽生新の昇龍寺から来ております、今井慎吾と申します。またよろしくお願いいたします。ただですね、新聞をつけに来ました。はい、あ、私のとこを消しといていただければまた。ああ、こ、うん、ごめん。今すいません。こっちの方も気になる。こっちからしよう。ハプニング言うな、ハプニング。合わせるな。はい。今皆さんのところに、配っていただいたのがですね、東本願寺から毎月出とる同胞新聞ですね、いただいておられる方もおられると思いますけども、まあ8月号を言ってね、今もう新年迎えようとしとんがに8月なんですけども、この中開いていただいて6ページ7ページですね、この6ページ7ページのところにですね、2023年度、宗派の予算ということで本願寺のですね、予算が載っております。で、まあ、ここでまあ収入のところですね、左側の収入のところの、55.9% 半分以上が、まあ、相続公金と、毎年各お手継ぎさん通して納めていただいてる、まあ、相続公金が55.9% ということでありまして、でここ、まあ、1番ということでちょっと説明載っておりますけども、法義相続お念仏の教えを
時代に大事にですね、次の代次の代へと大切に伝えていく。そのためにですね、まあ、本廟墓地、その文法教えを聞いて共に語り合う大事なこう道場である、まあ、真宗本廟本願寺ですねの維持を願いとする、宗派財政の基盤となる御本誌です。まあ、そういうことでですね、毎年まず本山の方からですね、あなたのとこのお寺はその寺の大きさなり御門徒さん何件なりということでこれだけ納めてくださいというお達しが、それがですね、7月に届くんですね。普通ならですね、3月に決算して4月からというところが多いんですけども、本願寺はちょっと変わっておりまして、昔からですね6月に決算して7月からこう次の年度ということで、7月にそういうそのご案内、今年はこれだけそのご懇紙お願いしますと各お寺にこう届くと。で8月のこの新聞にそのですね、この予算のことが毎年載ってきておると。まあ多少で一月ずれることもありますけども、まあ、そういうことがございます。そこでですね、まあ、ですから相続校として集めたその皆様方のご寄付はですね、そのまま本山に納めさせていただきまして、それでいろいろとですね、まあ、右のところにありますようにその本願寺の維持であったりですね、いろんなその学習会であったり、まあ、そういうようなことにこう使われていくということであります。まあ、そこでですね、まあ、相続校と毎年こう いただいたわけですけども、まあ、それが、まあ、こう一応まあご寄付いただいたらですね、まあその年でもちろんこう本山にお渡しして使っていくんですけども、まあせめて何かこう、まあ、お礼ができんものかということでですね、まあそういう中で累計その、8万円までこうこれまで の合計で納めていただいたら、その印合法名をいただけたり、で、まあ、12万円になるとその真宗本廟収骨と、その、まあ、お骨の一部ですね、7センチ四方、まあ、のど仏ほどがちょうどなるかと思いますけども、そのお骨の一部をその本山 の地下のですね、親鸞聖人のもとに一緒にこう納めて、で毎日毎日こうですね、本山のお勤めとともにこうお参りしていただくと。またですね、その私たちのそのまあごその亡くなっていかれた方のお骨が本山に納められることでですね、私たちとそのご本山、また親鸞聖人とのまたご縁つなぎにもなるかと思いますけども、まあそういうことがですね、積み立てがその12万円に行くと、まあ中骨という形で、8万円ですとその、まあ、印合法名ですね、まあ、なんとか、釈まあ、何々と言うてこうですね、まあ、ちょっと、まあ、例で言いますとですね、まあ、私のお参りされとるところのですね、同級生のおじいちゃんなんですけども、こっちやったかな、まあお名前に
この善の字がありまして、お釈迦様の釈の字をいただいてですね、あの共に、まあ、お釈迦様、仏様の教え、何万陀仏の教えを聞く一人になっていくということで、まあ、法名釈、女性の場合は阿弥という字が入ると。で、まあ、お西さんはもう男性も女性も阿弥という字もういらっしゃらんようになっとるそうですけども、まあいろいろですね、今、まあ、差別やら何やらいう話はあるんですけども、まあ、この字に阿弥という字はあくまで女性であるという、そういう意味合いしかない、差別的なものでないからということで、お東はですね、釈にこう、まあ、昔ながらにそう女性は阿弥の字を使っております。で、まあ、あくまでこうお寺側の都合の話題は、阿弥の字やった方が、まあ、女性だったということで分かりやすいような気はしますけども、まあ、別にどっちがいいどっちがあかんいうことはないと思いますけども、まあ、こういうお釈迦様の釈の字をいただいて、こう、まあ、法名をいただく。で、法名をいただくもんで、別にその戒律、こんな戒律守れて、他の宗派では戒名とか言いますけども、まあ、そういうものでないと。あくまでそういうですね、厳しい修行して立派なものになっていくということでなくて、まあ、私らいろんなものを抱えながら生きとる中で、まあ、失敗もあるし、こう共に、まあ、傷つけ合ったりすることもあるけども、そんな中でもこのお釈迦様の釈、仏様の教えを共に聞いてですね、そんな中でもこう大事に認め合って生きていこうと、まあ、そういうですね、あの願いをいただいて法名をいただく。なんでこの上の陰王って本来いる、絶対いるというものではないんですけども、ただそのですね、まあ、もともとはこのなんとか院というとですね、まあ、最初はですね、あの貴族やその天皇上皇様が隠居されて住まれとった場所をこうなんとか院というと、まあ、後期の方のお住まいというような意味合いがあるんですけども、まあ、これがこうなんで付けられたかと言いますと、まあ、もともとはお寺の門でもこう特にその、まあ、田舎のお寺、小さいお寺はまずいただけなかった、まあ、あくまで高貴な方がいただけるということがありまして、まあ、それがですね、その本山も江戸の終わりから明治にかけてですね、こう4度もこう焼けたということがありまして、まあ、そのたんびになんとかこう再建せんな、別に坊主のためばかでなくて共に大事に教えを聞いていく、その道場としての本願寺を再建せんなということでですね、いろいろご寄付いただいた。で、その中でお礼としてですね、そのまあ、寄付を多くいただいた方には、その本来ですね、お浄土の世界に上も下もないんですけども、まあ、それでもこうあくまでそのたくさん協力していただいたお礼としてですね、その隠語を明治、まあ、主にですね、一般の方は明治以降からいただけるように、まあ、なっておると。で、まあたまたまこの同級生のおじいちゃんの本名だと、そのですね、まあちょっと名字まで出したら、お名前がね、善光さんなんです。善光さんで、で西というとですね、あのお浄土が西方、ね、西の彼方にあると言って言われている、その西からの、まあ、お光、その知恵の光とお慈悲の光、仏様が何万陀仏一つでこう作ってくださると、まあ、そういうですね、あの尊い光というようなこともあって、まあ、こういうですね、まあ、最高院で釈善学で、この、まあ、
おじいちゃんの方はよくこうですね、あのお寺にも足を運ばれて、いろいろこうですね、学ばれてということで、まあ、学ぶという漢字をつけて、まあ、釈禅学。まあ、こういうふうにですね、あの隠語をその明治以降ですね、一般の方たちもまたあの小さいお寺にしてもですね、こういただけるようになったという歴史がございます。まあそういうですね、あくまでそのこう相続を納めて、それだけあの銀行みたいに預金が残っているという話でなくてですね、それだけ納めていただいたのはあの毎年あの支出され、あくまでそのまあ累計のお礼としてこの隠語であったりですね、あのまあ収骨というですね、まあ昇天、まあ御礼が受けられると、まあそういうことでございます。まあそういうふうにですね、あのまあいろいろとこう皆様方のご協力のもとにこう、まあ、本山がこう運営されておると。で、まあ、またですね、そのお寺にしろあの、まあ、本山にしろこう地方のお寺にしろですね、まあ、それぞれこう、まあ、維持費なりですね、あれこれあっち直さんなんというようなことがあって、こういろいろご協力をいただかんなんことが出てくると、まあ、そういう中でですね、こう、まあ、いろいろこう物価も上がって大変な中ですけども、まあ、その無理のない程度に協力をお願いして、でそれで、まあ、私ら寺あの坊主としてはですね、まあ、せめてこう、まあ、直行何でも解決できるわけではないんですけども、まあ、ちょっとこういろんなこう、ね、あの愚痴を聞いたりですね、共に悩んだりと。いう中で、別にこちらが上で言うことはなく、共にですね、教えを聞いていくものとしてこう歩ましていただいておるということがございます。まあそういうですね、あのことで、まあ、また興味のある方はあのじっくり読んでいただければと思います。まあ、そこでですね、ちょっとあの初めのページに戻りますけども、あの蓮の絵とですね、あの、まあ、下にこう手と手をこうそっと重ねられとる、写真が出ておりますけども、これがですね、まあ一つ文章を読ませていただきますけども、認知症かどうかにかかわらず、困っていることできないことはお互いに頼り合えばいい。間違ったり失敗したりすることも、柔軟に受け止められる社会になってほしい。まあ、下坂敦さん、ね、世界は美しいものであふれている。ただそれに気づいてないだけかもしれない。で、また下のところにですね、手の上にそっと手を重ねると優しく私の手を握ってくれる。誰かの母であり、誰かの妻であり、誰かの子であった。まあ、それだけで立派じゃないですか。静かにそのぬくもりが禅問答のように問いかけてくる。まあ、考えるな感じる、まあ、こういう言葉が添えられてますけども、まあ、これともにですね、下坂敦さんという方がこうあの撮られた写真で、で、まあ、写真を撮るときって自分自身と向き合っているのだと思います。若年性の認知症とともにこう生きられる下坂、病気は自分の全てではなく一部分、一日一日今を生きることを大切にしたい、趣味の写真とともにその思いを綴るということで、
あの次のですねページの2面3面にこう出ておられる。ね、なかなかですね、まあ、どんなことにこう使っとるんかと、その本山のですね、経費もどんなもんやと言って聞かれるんですけども、やっぱいろいろ仏様はこう選ばず見捨てず嫌わずということをこうですね問いかけてくださっとるわけですけども、そんな中でですね、まあ、今回はこの、まあ、下坂厚さん、本当にですね、まあ、下の方に書いてありますけども、1973年の、京都市生まれですから、ですね、50歳かな、来年51歳かな、50歳ほどの方ですね。で、この方、こういういろんな方にこう取材をしてですね、その生き方を見つめるという、まあ、そういう大事な仕事も本山はされておられる。で、この方ですね、2019年46歳の時に、若年性認知症と診断される、まあ、そうでありながら現在ですね、京都市の介護施設に正職員として勤務されておられる。で、認知症当事者としてSNS、まあ、インターネットで趣味の写真をこう発信し、まあ、当事者以外にも大きな反響を呼ぶほか、認知症の啓蒙活動も展開中と。で、ホームヘルパーとして働く妻と二人暮らし、まあ、そういうですね、下坂厚さんという方のこうインタビューが載っております。で、また上のとこからちょっとですね読ませていただきます。一般的に高齢者に多いと言われる認知症、65歳未満でもかかることがある病で、下坂厚さんは46歳の時若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。いっそのこと死んだ方がマシかな、絶望の中で塞ぎ込む日々。しかし介護施設でのボランティアをきっかけに、認知症になったからといって自分が自分であることに変わりがないと思えるようになったと語られました。現在はケアワーカー、まあ、介護職員として勤務し、仕事趣味の写真などを通して認知症について広く知ってもらう活動もされています。認知症を生きるということ、病を生きるということとは、下坂さんのお話から人間の姿を考えます。これでまた、上に戻って、まあ、死んだ方がマシかと、ね、認知症に対してどのようなイメージを持っておられましたかと。認知症になったら全てを忘れてしまって何もわからなくなる、そして自分のことができなくなってひたすら外を徘徊したり周りの人に暴言を吐いたりすると思っていました。ですから4年前にあなたは若年性認知症ですと診断を受けた時、ああ自分はそうなってしまうのだと思い、とても怖かったです。20年以上鮮魚店で働き、新しく会社を立ち上げ、さあこれからという時でした。どうせ進行していくだけだし、何もできなくなるんだったらいっそのこと死んだ方がマシかなと思いました。しかし妻を残しては死ねないなとか、いろんな思いが心を巡り思いとどまったのです。当事者の方々のお話を聞くと、認知症に対する知識がなかったり、自分は認知症であるはずがない、なりたくないという感情、そして認知症は怖いものだという思いから、あれおかしいなと思っても、医療機関を受診するまでに時間がかかる方もおられます。しかし早い段階で見つけることによって、
進行を緩やかにしたり、病と向き合う時間を少しでも多く取ることもできるのです。病を受け入れることの難しさを感じます。認知症は徐々に進行していく病気です。診断されたからといって明日から症状が出るわけではありません。しかし次の日から家族や周りが認知症の〇〇さんというレッテルを貼ってしまうのです。いろいろな当事者の方々と出会ってきましたが、そのことが一番つらいとおっしゃいます。道を間違うとか、すぐに物事を忘れてしまうとか、症状として困ることはいろいろ出てきますが、その人はその人であることに変わりはないですよね。家族や周囲が私がやるから座っておいてと気を使ってくれていることが、同時に本人ができることを奪ってしまうことにつながってしまうのです。自分が認知症の診断を受け、周りに負担をかけているという負い目がどうしてもある中で、やりたいと思っていることを伝えることすら諦めてしまうのです。ご自身のことを周りや家族にどのように伝えられたのですか。家族に相談してから受診するのが本来かもしれませんが、心配をかけたくない、怖いという思いから一人で近所の物忘れ外来を受診しました。診断が出てから先に職場に退職の話をしました。仲間と立ち上げた会社で、そういう病気かもしれんけどいてくれたらいいやと言ってくれたのですが、やっぱり迷惑をかけたくない、そして自分が衰えていくところを見られることにも抵抗がありました。周りもどう対応していいかわからないのもあってか、友人とも疎遠になっていきました。妻はヘルパーの仕事をしていて、高齢の認知症の方と接する機会もありましたが、自分のパートナーとなるとショックや動揺の方が大きかったです。たまに家で魚を調理すると、あなたは認知症でしょう、火を消し忘れて火事になったらどうするの、もう台所には立たないでとか、どこに行くにしても一人で行けるの、大丈夫とか、今どこにいるのと連絡が入る。心配なのはわかるのですが、急に症状が進むわけではないのに、あなたはもういろいろできないというレッテルを貼られるのです。家にいても何をしていても、病気が進行して自分はすぐに何もできなくなる。会社を辞めてすぐに施設に入らなあかん、早く身の回りをきれいにして就活せなあかんと思っていました。何もしたくない、誰とも会いたくない時期がありました。ここで一旦こう切らせていただきまして、本当にですね、認知症って、まあ、80ほどになればですね、今でこう過半数ね、半分ほどの人がもうなっていくもんやとこう言われるような時代で、まあ、この方は新しく会社を立ち上げてですね、46、まさにこれから言う時にこう物忘れなんか最近ひどいなということで受診したらですね、若年性アルツハイマー型の認知症だったと。まあこれは本当にショックですよね。私ももうですね、来年40になりますけども、ね、あんた認知症ですってこの年で言われたら本当にね、どうしたもんかと、大変ですよね。とてもなかなか受け入れられんと思いますね。まあ、本当に、まあ、認知症もね、症状によってこういろいろありまして、まあそれこそお寺さんにもですね、まあ、前住職さんが認知症になられてですね、こうたまにフラッと出てかれてこう大変やというところもあります。でも
まあ、そういう方で、まあ、耳も遠くなってこられてという人もおられるんですけども、何もできんか言うたらそんなことないんですね。たまにこう親戚の法事とかでこう一緒になってですね、で乾杯の挨拶をお願いします言って、この一緒についてきた息子さんが言ったら、その挨拶はね、スラスラとですね、長くもなく、ちょっとですね、笑いも入れて言ってこうですね、まあ2分ほどでこう綺麗に話される。多分いろんな役されて慣れてこられたんですね。でそういうことはこうやっぱできることはできるんですね。で本当にですね、最初ね、挨拶しろ中馬かとか言ってこう言うとられたんですけども、最後うまくこう言って、やっぱこうですね、何でもできんようになることは多いんですけども、ちゃんとこうできることもある。なんでこう何でもね、全部こうあれもダメこれもダメって言うがが本当にいいがかなと、難しいもんやなと言ってこうですね、まあたまたま一緒に法事に会った時にそんなことがあってですね、いろいろ考えさせられましたけど、まあうちの場合は、まあ前も話したことあるかもしれませんが、私の祖母も認知症になってですね、やっぱどれだけこう毎日いくらこう使ったり、いくらをその銀行から下ろしたりってこう帳面したり日記つけとってもなるときはなるもんでですね。でうちのその祖母の場合は、なかなかですね、ちょっといい時があるがかないがか、大抵ね、まず認知症になって、その大抵その調査員って、あなたは要介護2ですとかですね、調査する人が来られてかからんとですね、デイサービスにしろ施設にしろ入れんがですけども、その時がたまたまなんかですね、冬の時期でちょっと別に骨折しとるわけでもなんでもないんですけども、ベッドから起き上がれん言ってですね、そういう状態で、で今日何日かと聞かれてもわからんと、で自分の名前は何回かして何とか言えたというような感じで、その時要介護4言ってかなり重い方つきまして、でデイサービスまずですね通うようになったんですけども、通うようになってこう3日後にですね、急になんか普通に歩き出してっていうんですね。まあもともと病院連れてってもらっても全然骨折も何もしとられんから何で歩けんがよということで、まあ頭痛ってこの病という字にね冬と書いて、まあ一方痛という診断やったんですね。まあ実際分からんですけども、まあ頭痛言ってもまあなんというかですね、まあなかなか難しい話ですけども、まあなんか痛い気がしてこう動けないと。ところがデイサービス通い出して要介護4行ったら車椅子なんですね。その車椅子の人が急になんやらその日にこう普通に立ち上がってこう歩き出したと。で何じゃこりゃとどういうことやと。大抵ですね、その難しいことに、その要支援言って自分でなんとか歩ける状態やったらなかなかですね見て当たらんですね。今でもうとこうたくさんこうね皆さん困っておられるもんで見て当たらんがで、そんなね、その上が要介護4で車椅子でいろいろみんなと思って預かったら、なんやこの人歩けるやないかと、でその最初はこうなんかこう拘束したんかとかですね、いろいろこう言われましたけど、こっちもびっくりな、歩いてますかと、家で車椅子で、ね、おむつ替えたりしとったのに、なんで急に言うこと、まあそういうこともありますしね、いろいろと、まあ結局その後、まあ本当に夜中にこうですね転んで、
これも骨折でないんですけども、だんだん今度筋肉弱ってきて歩けんようになって言ってもなくなって、今年で、丸5年ですけども、まあ本当にわからんもんで、まあ大抵ですね、治るいうことはないんですけども、まあ一方でお参り先でこう症状軽くなるいうことはあるんですけども、本当に夏場にこうですね、外仕事して熱中症で倒れて、それから一気に認知症進まれたいう方がおられるんですけども、でもその方のとこはひ孫になるか4世帯同居のお宅で、ひ孫さんが3人おられてですね、でだんだんその子供が保育園、まあ、まだ1歳2歳から保育園小学校行く言うて、いろいろまたですね、小さい子っちゃ私らちゃ認知症いうことが分かっとっても、家族でやったらですね、なんでこんなことも何回同じこと言ったら気が済むんじゃ言ってですね、怒ってしまったりするんですけども、子供っちゃそんなことないですね。やっぱまだばあちゃんさっき言ったないけぐらいで済みますし、なんかおかしいこと言っとってもなんか普通にあははなんかおかしいねばあちゃん言って、それぐらいのもんです。やっぱそれが良かったのかですね、そのひ孫さんそんだけおられてにぎやかやったもんで、その入院しばらくしとられて出てきた時は結構こう物忘れにしろ何にしろ大変やった人が、まあほとんどですね、まあ忘れちゃるは忘れちゃるんですけども、そんなに手のかからない状態までこう回復されたいうこともあって、まあなかなかですね、なんともこう人によってさまざまでこう異変がですけども、まあ難しいもんでしたね。やっぱある程度こうできしちゃう人もおればですね、そう思ってなら任せとこうか言って任せたばっかりに、たまたまその一回失敗して大惨事になるいうこともありますしね。これはですね、もう本当に、まあ、認知症に限らず、まあ、私ら自身もそうですけども、本当にですね、ちょっとした本当に、まあ、気の緩みなんとかでこう事故に遭ったりなんとかすることもある、まあ、そういう中でみんなこういろいろ抱え取られる、まあ、そんな中で、まあ、この方は本当にいやまだまだこれからやと、新しい会社でこれからやいう時にこうなられて、もう絶望されたということですね。でも絶望されてもこう、まあ、居場所がなくなったわけでないということでですね、まあ、次からのところをまたちょっと読ませていただきます。どうしましょうか、一回しばらく休憩しましょうかね。はい、では、しばらく休憩してまた後半のところを読ませていただきます。南無阿弥陀仏。2ページの、一番下の段ですね。居場所を見つけてからまた読ませていただきます、うん、まあ居場所を見つけて、46で若年性認知症とこう診断を受けて絶望されたこの、下坂厚さんですけども、そんな中でデイサービスでのボランティアに出会われたのですね。市町村が設置する機関で医師と医療介護の専門職で構成される認知症初期集中支援チームが家庭訪問に来られました。その時にデイサービスのボランティアに行きませんかとお誘いを受けたのです。こっちは死んだ方がマシだと思っているのにボランティアなんてと思ったのですが、話だけ聞きに行って断ればいいかと伺うことにしました。そこでは80、90歳代の利用者がゲームや歌、声
工作などのさまざまなレクリエーションを通して楽しい時間を過ごされていました。驚いたのは、利用者が企業と連携してまな板などの木製品作りをしたり、自動車販売会社で洗車をしたりして報酬を得るという特徴的な取り組みをしていることでした。誰しもが持っている、いつまでも何か役割を持ちたい、人の役に立ちたいという思い、要介護状態にあっても何もできなくなったわけではなく、認知症であっても環境を整えればできることがある、ここなら自分も何かできそうだなと思い、週3回のアルバイトからチャレンジすることにしました。デイサービスでのお仕事を通してどんなことを感じられていますか。進行の程度は異なりますが、利用者の約8割の方が認知症を抱えておられます。仕事をしながら、ああいずれ自分もそうなっていくのかと少し辛い部分もあるのですが、お一人お一人とお話をする中で、皆さんが言われる今こうやって毎日暮らせているだけでありがたいという言葉に出会って、多くのことを思いました。認知症になる前、鮮魚店でバリバリ仕事をしていた時の自分は、働ける人間が偉い、捧げる人間が偉いという価値観だったことに気づきました。学校でも職場でも間違ったことを言ってはいけない、失敗するのが恥ずかしいという環境にずっといたからかもしれません。認知症になり、できないこと、やりにくいことも増えていくけれども、できることもある。病気は自分の全てではなく一部分、それに気づいて一日一日今を生きることを大切にしたいと思うようになりました。忙しかった時には目を向けられなかった小さなことに幸せを感じられるようになってきたように思います。下坂さんにとって居場所とはどういうことだと感じておられますか。かつてはどこかに所属していることで安心してそこが居場所だと思っていました。しかし長年働いてきた会社を急に退職した自分には、所属もなければ肩書きもない、あなたはどこの誰ですかと聞かれた時、何も答えられない、社会に居場所がなくなったような感覚に陥りました。自分は一体どこの誰なんだろう。認知症になってだんだん自分が自分でなくなっていく、これからどうなっていくのだろう、不安でいっぱいになり、ずっと悩みました。しかし不安は肩書きや所属を手放してしまうことへの恐怖心から来るものではないかと気づき、自分はそのままの自分でいいじゃないかというところにたどり着きました。今では物理的な場所ではなく、自分のいるところが居場所なのだと思っています。人生って放たれた矢がだんだん失速していって、やがて落ちてしまうようなイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか。赤ちゃんは最初は何もできないけれど、周りの支えがあってだんだんできることが増えて、いろんなことを学習し知能も発達していきます。逆に高齢者の方はできていたことがだんだんできなくなる。僕は今簡単な計算が難しくなっていたり、字を書くのが難しくなってきているのですが、それは今までできていたことができなくなって終わってしまうということではなく、自分がこれまで辿ってきた道を戻っているという感覚です。ここで一旦切らせていただきまして、まあ、この、下坂さんは、絶望されとった中にですね、その介護のですね、まあ、支援の方たちに出会われてですね、デイサービスのボランティアにこう行ってみられた。
でなんかですね、この京都のどこかわかりませんけども進んでおられますね、その、まあ、利用者の方がですね、まあ、企業といろいろこう連携してまな板作ったりですね、こう、まあ、自動車の会社で洗車をしたりして、まあ、多分正職員みたいに当たらんがでしょうけども、それでもちゃんとこう給料が当たる、なかなかですね、これは本当に今何でもかんでも、まあ、即戦力というかすぐできて当たり前みたいにですねしてしまって、いつまでタラタラやっとるとかですね、そんなことすぐ言われることが多い中で、この、ね、京都市のところは、まあ、ある程度こうですね、まあ、スピードとかそういうことは、まあですね、まあ、多めに見てという言い方が、まあ、良くないかもしれんですけども、そういうことを分かった上で、それでもこう長年されとった得意なことをこうですね、できる限りこうやってもらおうと、まあ、そういう考え方でこうですね、介護の業界とこう協力して報酬まで得られるという、こう仕組みをされておられる、まあ、これはなかなかですね、まあ、画期的なことで、まあ、ここら辺でもそうですけどもですね、もうデイサービスいかんないようになられても、まあ、特に東太宰は干し柿されとるとこ多いもんで、ただでさえこう人手が少なくなっとられる、なんで90過ぎてもですね、まあ、認知症に入っとるけども、干し柿のこう作業をずっとやってきたから、それはもう若いもんがポッと来るもんよりよっぽどこうできるみたいな人らは、やっぱまあ、10月から12月までねデイサービス休んでな、うちで手伝わんなという方がおられて、まあ、いろんな意見ありますね。そんな90過ぎてまだやらせるみたいでですね、そんな風に言われる人もおられるんですけども、やっぱりただ何もせんと、その職員さんにこうあれこれしてもらってぼーっとおるよりは、やっぱですね、こう、まあ、それもね一人で黙々とさせられるんでなって、こう何人か家族だけでなってね、ちょっと手伝いの者たちといろんな話しながら、なんかラジオ聞きながらちょっと雑談しながら、やっぱそういうことじゃね、やっぱ大事いうかですね、またその人の生きてこられた人生をこう大事にですね、その中のこう大きな部分染み通られると、まあ、本人がねもういや妄想したない言われでは、それは無理にさせたらあかんですけども、まあ、そういうこともですね、まあ、一つ大事なことかなと。やっぱそのね、役に立つ立たん言うて、そんなことでこうですね、私らの社会こうですね、まあ、仲間外れにされたりということはあるんですけども、まあ、そんなに大きくこう貢献するとか、そんなことでなくてもですね、何かしらこう役割を持てるということはやっぱ大事なことやなと、それこそね、本当にこういうふうにね、いろんな企業と提携してこうやっていただけるいうことはやっぱありがたい話やなと。私もですね、まあ今そんなにですね、その特別こう、まあ、工作好きやとかそんなことがないもんですから、このね、お経を読むがと、なんとかちょっと話すがとしかない。この私がね、果たしてならこうちゃんと声出せるようになったらどうしましょう何しましょうという、まあ、でもこの中で言うたらね、洗車ならちょっこは役に立つかなと思って考えてしまうんですけども、まあ、ただ何かしらこう役割を持ちたいと、こうね、ベテランみたいにできんでもこうやれることがあるいうことは大事なことや、いうことですね。ただそうでありながら、まあ、やっぱね、だんだんとですね、まあ、仕事をまだできることしていくんですけども、やっぱちょっとずつこうみんなできんようになっていかれる、これはもうどうしようもないことですね。まあ、ただそうでありながらもこうですね、
こう失っていくばっかでなって、こうできるようになっていく中でも今こうして毎日暮らせるということがこうありがたいという、まあ、そういうことをまた感じられるようになったという方のこうお言葉に出会って、またいろいろこう考えさせられるということですね。まあ、この方も本当にですね、まあ、働いとる時はですね、まあ、稼げるもんが偉い、またいろんなこうね、職場こんな大きい企業に勤めとるぞとかですね、自分こんな仕事任されてと、まあそれはそれで大事なことなんですけども、まあそういうことはね、仕事から離れてしまったらもう一気にこうなくなってしまう。まあ特にあの若いもう人でも何でもですね、そのまあ昔こんなすごいことやったんだぞとこうですね、まあ言われてもうんで今何しとんがけ言うてすぐこう言うてしまうと、そうなった時にですね、やっぱこうガクッと来てしまうと、まあそういうふうにこう今まで言うたらですね、まあ自分の居場所いうか追っていいと、生きとっていい、あの立派なもんやというのを、まあこういうことができるとか、まあこんな仕事によりこんなとこに所属しとるという中でこうですね、なんとかその持っておられたものがこう壊れてってしまう。だけどもそのね、居場所いうものはそういうで肩書きや所属ということでなくて、まあ本当にそうでない、もう生まれたことからこう不思議で、またこの認知症と言われながらも自分のこう折れる場所がある、そういうですね、まあ、不思議なご縁であったり、その不思議なこう支え合いの中でこう私が命いただいとる、それが今までは当たり前のように思ってきたことがこうありがたいと思えるようになっていく、何でも失っていくいうことはですね、悪いことばっかでなくて、そういう気づきがあるということが、やっぱこの南蛮大仏とか仏様のこの、まあ、教えに通ずるとこかなとこう思って、読ませていただいております。で、まあ、またあのもう最後のとこまで、今度は、3段目のかわいそうな人じゃないというとこからまた読んでいきます。肩書きや所属は変化していくものですから、自分とは何かを見つめることが大切なのですね。ところで下坂さんは長い間写真を撮っておられると伺いました。写真と出会ったのは高校生の時で、担任の先生の影響で始めました。あまり意識していなかったのですが、最近人をよく撮られますねと言われます。 SNS では、まあ、インターネットの世界では日常を切り取った写真とその時の気持ちを文章にして掲載しています。認知症の診断を受けてから、自分もいつかは自分のことや家族のことがわからなくなってしまうのかなという思いがいつも頭の中にあって、昔は作品としての写真でしかなかったのですが、今では自分の記憶の代わりという部分が加わったように思います。写真を撮るときって自分と向き合っているのだと思います。それが現れているのでしょう。認知症について私たちや社会はどのように受け止め、どのような姿勢が必要なのでしょう。認知症の当事者が交流する場を作り、月 1,2 回応援する側で参加しています。若年性認知症の患者は全国に3万5000人いますが、結構おられますね。まだまだ家族だけで抱え込まれていたり、相談できる場所がなく生きづらさや悩みを抱える方も多くおられます。僕自身の経験から、認知症になっても通院しながら就労できる、元気に暮らせるという情報を
少しでも多くの方に知ってほしいと思い病気を公表しました。周りが支えてくれたり新しいつながりができたりすることによって生きることって楽しいと思えるようになりました。認知症はいつ誰がなるかわからないものです。高齢化が進みその数は増えていくのでしょう。しかし認知症の人がかわいそうな人だとか何かしてあげなければならない存在だとかそういうことではないと思うのです。認知症かどうかにかかわらず困っていることできないことはお互いに頼り合えばいいのではないでしょうか。したいこと行きたいところも一緒に考えて一緒にできる。間違ったり失敗したりすることも柔軟に受け止められる社会になってほしいと思います。ね、こういう、まあ、文章ですね。まあ、他にこの写真もこうですね、いくつかになっておりますけども、ね、まあ、上の方でも、まあ、小さな川に小さな橋がかかる、この、まあ、おそらくご夫婦だと思いますけども、僕らにはこれぐらいがちょうどいいのかもしれない。どこにいても空や自然は美しくて、どこにいても人はみんな優しい。当たり前かもしれないけれど、生きているだけで素晴らしいって君に知ってほしい。で、まあ、下の方ではですね、ゆっくりと夕日が沈む。今日を振り返って、今日を味わい直す。今日できなかったことは、また明日頑張ればいい。明日は明日の風が吹くということで、こっちはまあ風景だけですね。まあ、そういう中でこの、まあ、下坂さんという方はこの、まあ、若くして認知症になられたという絶望の中でもこうですね、いろんなこうご縁出会いがあってですね、まあ、それでも自分なりにこう物忘れのこう多い中、やっぱ計算や字が書くということがこうできなくなってはきておるけれども、まあ、それでもですね、一日一日をこう大事にこう生きられると、まあ、そういうですね、あのことで、あのインタビューをこう語られておられます。まあ、なかなかね、実際はそうは言ってもですね、どこにいても人はみんな優しいかというと、そうはいかんと。そうはいかん、なんかね、地域によってもうまくいかんこともあるし、いろんなとこで顔出せばですね、まあ、まあ、えばっとる人はえばっとるし、ね、今、ニュースつけりゃずっとですね、なんやら、パーティーの裏金問題やらね、そんなので、ああ、またそんなことやっとんのかと、ね、で、なんかね、つつかれてますけども、まあ、そんな見てですね、まあ、税金、ね、何でもあげる言うとんがにこんなことしてと、ね、まあ、私は本当にね、鬼の首を取ったようになんどけでもねえやつらやとこう言うて言うとるんですけども、ただまあ私にそういうですね、他の人をこうろくでもないとかこいつあかんやつやという気持ちがあるうちは、もしかしたら私自身も他の人にそういうふうにですね、納豆かもしれんと。やっぱああいうのニュースつけりゃ何でもね、いい話もっと流れてほしいんですけども、悪いことしたやらですね、詐欺やらですね、車がどっか突っ込んでやら、なんかそんながばっか流れてきて、正直もう見方が健康的なんじゃないかというぐらいですけども、大事なのはやっぱね、そういう中で他の人を攻撃するばっかでなって、そういう私自身はどうかなと、いうその自分自身を本当に見つめ直すいうことかなと思って、でこの方はですね、まあ、下川さんは認知症になってしまって大変は間違いないんですけども、その結果本当にこう自分自身を見つめ直して、まあ、それまでの肩書きやらですね、能力やらそういうものを取っ払ってですね、まあ、それでもこう大事にこう今のできることをというところにこうですね、思いを向けることができた。まあ、そういうですね、
ことが多分周りの方にも伝わって、あ、この方となら共に歩めると、まあそういうことがあったからこそのですね、この今ね、一応その肩書きではその解剖の仕事のですね、正職員に、ね、ボランティアのパートから正職員としてこう詰められとる。それこそね、この文章を読んどれば本当にこう全然どこが悪いのかわからんような感じなんですけども、まあそれでもやっぱ字書けんだり計算できるようになったり、こう、まあ、物忘れというようなことがある。まあなかなかですね、そういう中で、いや、そうは言っても周り優しいかと、そんなにみんな手伝ってくれるかと言ってこうなってしまうんですけども、まあまずはこう音のことよりもこう自分のことを見つめ直さんないよということで、こうですね、まあ、お釈迦さんもまずこういろんな苦行をされとったのをこうやめてですね、こう長い間瞑想に入られたりというようなことがあるのかなと思ってですね、こう見ておりまして、まあですね、なかなかそう言っても、まあ、私のところのですね、弟の同級生のあのお父さんでも50過ぎて若年性認知症になられたんですけども、もう数年してですね、もうその方は本当にこう、まあ、奥さんが手引いてあげんとちゃんとあっちフラフラこっちフラフラいう感じになっておられてね、やっぱそういうのを見てると本当にもう何ともこう、あの言葉の書きようもないと言いますかですね、また50代でっていうですね、まあそういう方もある中で、まあこの方は本当に認知症という感じがしないという言いますかね、まあ、ただこう、まあ、一つの道をこう示してくださっとるんですけども、なかなか現実はね、そんなね、あの何でもいいようにちゃいかんもんやなとこう思って読んでおったんですけども、まあ、ただ、まあ、そういう中でもですね、その、まあ、決してこうね、あのいい風になったからどういうことでなくて、まあ、こちらの、まあ、新聞の最初の写真のこの下の方にですね、まあ、手の上にそっと手を重ねる、優しく私の手を握ってくれる、まあ、こういうね写真がありますけども、まあ、認知症になられたりですね、そのいろんな大病を患われたり、まあ、そういう中でですね、まあ、正直、まあ、その見舞いに行ってもね、何の言葉もかけられんというかですね、どうしようもないということがありますけども、まあこの、まあ、私もですね、まあ、最後あの自分の祖母だんだん、まあ、弱っていく中でですね、まあ、最初はね、あの祖母も割と冗談好きやったんですね、冗談言ってね、あの今日は一緒のベッドで寝てくとか言ってですね、あのそんなこと言うとったのが、だんだんやあんた誰やったかいな言ってね、なっていくがですね、もう何とも言えんがですけども、ただそれでもですね、なんかよくわからんでもこうそっとこうなんとなくこう無意識にこう手を握ったら、やっぱね、まだその時あのまあ手があったかかったと、まあ、どんなことになってってもですね、やっぱ最後までこう生きようとしとるいうかですね、まあ本当に言葉にできないこう思いがしましたけども、まあ、それが本当にたまたま亡くなる子ですね、あの前の日にお見舞いに行って、こうだんだん最近いうか急にこう食べられなくなってですね、あのポカリスエットみたいなもんだけ飲んでますと、まあ、その時はちょっとだんだん手冷たくなってきてですね、ああなんかもう先長くないなと思ってですね、まあ、別に私でそのね握ったから言って良くなるわけでもないんですけども、両手でこう
て逃げてですね帰ってきまして、まあ本当にですね、まあそんな中で別にまあ逃げたから言って良くなるわけでも何でもないんですけども、まあそれでもね、なんかこう言葉にならん命というものが確かにまあそこにあると、まあこういうですね、まあ私も小さい頃はですね、あのやっぱなかなか40度ほど熱出てこう下がらん時、まあやっぱ母がなりばあちゃんがこう手握ってくれとったと、まあいうことがあるみたいでね、私も全然覚えてないんですけども、まあ、きっとねそういうことが無意識のうちにこう頭でなくてね体で覚えとってこう手握ったんかなと思いながら、まあそういうことをこの写真見てですね思い出すんですけども、まあその人が、まあこの人はですね、まあ本当に寝たきりになってしまっても、まあこの方は女性なので誰かの母であり誰かの妻であり誰かの子であったと、まあそれだけで立派じゃないですか、そんな肩書きとかですね、そんなですね、あの能力のあるなしとかそういうこと関係ない、今がたとえですね何もこうできなくなっていったとしても、こう何でも世話してもらう波になったとしても、誰かのこう、まあ、母親でありこう誰かのこう、まあ、配慮あの伴侶でありこう誰かの子であった、その大事な言葉にできないこう尊い命を精いっぱい生きられた、それだけで立派じゃないですかと、まあそういうことをですね写真を通してこう言ってくださっておられる、まあこれは本当にまさしくこの南蛮陀仏のですねその仏様から願われとる尊い命いうことでないかな、まあ、そう思いまして、まあ、この、ね、下坂さんもまた症状進んできたらどうなるかわからんですけども、それでも確かにその、それだけで立派でないですかと、こういうですね、こう呼びかけをこう、まあ、思う、そのですね、もう思わしたらんかもしれんですけども、それでもこう大事に体にですね、脳では忘れてしまっても、こう体で、覚えておれるようにと、まあ、そういう意味でもですね、その認知症でありながらも介護のこう現場におられるということはこう大事なことかなと、そういうふうにまあ思っております。それでですね、まあ一つだけこう言葉を紹介してですね、まあ、最近の歌手の方でですね、まあ、藤井風さんというですねあの方がおられまして、去年おととしと紅白で取られたあのすごいですねピアノを弾き語りながらこう歌われるそのすごいあのですね方なんですけども、まあ、その方の、花という歌かな、でも最初の部分にですね晴れていく今この瞬間も咲いている、まあ花も私たちもですね生きておれば必ずこうだんだん衰えていく、で花もですね枯れてしまう、でも枯れてしまうその瞬間もですね間違いなくこう咲いとるがよと、この何でもね枯れてしまったら終わりというけども、その枯れ切る瞬間まで間違いなくこう花びらは折って花は残っとると、でまたこの、まあ、藤井風さんねいろいろこうなんですかね哲学的というかこう生きるとはみたいな
ことをこういろいろ考えられてる歌詞が多いんですけども、まあ、この方の、 あの、まあ、プロモーションビデオで歌のこう映像をついた絵の中でですね、自分の棺桶を引きずりながら、で自分がその棺桶をこう引きずっとんがですけども、でその棺桶の中に自分入っとってですね、でその棺桶それでも花に包まれとると、で生まれたからには必ずいつか死んでいかんなと、でそういうことで棺桶引きずっとおられるんでしょうけども、でもそうして死んでって何もなくなったんだと言ったら、間違いなく咲いとったと。でその棺桶に、まあ、映像で組み合わせとくから自分で弾いて自分で棺桶に入っておられるんですけども、ただその棺桶に入った姿はこうちょっと微笑んどるんですね。このまだ確か28歳か9歳か30まで行っとられんだ方やと思いますけども、その年でなかなかこんな感性で映像を作られるちゃ、なんかまあ母に言わせればですね、変わっとるいうかですね、なんか嫌やなこれって言ってましたけども、まあでもなんか仏教的なね、まあ死生観といいますか、まあそういうことを持っておられるなと思ってこう見ておったんですけども、まあやがてこうみんな枯れてくんだけども、間違いなくその人はその人の命をこう咲かせとった、どんなにですね大変な目に遭っていこうとも、その命は枯れて寝たきりになってこう朽ちていくかもしれんけども、間違いなくその人の色でその花を咲かせとったと。まあそういう私たち尊い命だからこそですね、何万ダンスという呼びかけのもと、お浄土に間違いなくみんな生まれていけるんだと。ね、まあ、それこそこちらのお寺さんでは大抵ね、いつもお花をきれいに生けとられますけども、このお花もですねお浄土の表現の一つで、まあ、それぞれのいろんな花ありますけども、それぞれがそれぞれでやがて枯れていくんですけども、でも尊いその花ながらのこう色で咲いておられる。ですから別にね、頭のいいもんだけが行くとか、その何でもできるもんしか行けんとか、そんなのがお浄土でない。いろんなお花、それこそ世間では雑草とかですね、草刈りでただ刈られてくだけの花であったとしてもですね、間違いなくその尊く咲いとる一つのお花、尊い命として阿弥陀様は何万陀仏のもとこうちゃんとその安らかな世界に連れてってくださる。そういうですね、その私たちのこう人間のですね、世間の価値観を超えてお浄土を願っていくと、この蓮の花のようにですね、その、まあ、泥だらけのとこからきれいな花を咲かせていくと、そういうですねこの願いをいただいていくということが、またですね私たちが願われとることかなと。またこうですね、この下坂さんがこう感じられたことかなと思ってこう読ませていただきました。ではちょっとまあ半端かもしれませんけども、午前のお話はここで終わらせていただきます。ありがとうございました。まあ、またですね、たまたまこの新聞に稲見別院の彫刻のところが載っておりますので、8ページ、またぜひ読んでいただければと思います。ね、この下のところに斉藤優香さんって出とられますけども、この方、一字違いの
真実の真に教育の教の方の真教授さんで、あのね、子ども会とかいろいろこうされて、たまにこうテレビで撮られますけども、まあ、またそういったところも見ていただければと思います。じゃあどうもありがとうございました。今日一度改めましてようこそお参りくださいました。午前中に引き続きまして、話しさせていただきます、昇龍寺の今井慎吾です。よろしくお願いいたします。と皆さん新聞茶いただかれてますね。それまたでいただければと思います。はい、あ、今はあの特に使いませんけども、まああのいろいろとですね、まあ、それも普段毎月私もいただいたりながら全部茶読んでらんのかで、たまに読んでみるとですね、なるほどなと思うこともあるし、そうでない時はただね溜まってったらですね、あのなんかこんな新聞で包むかとかそんな話になってしまいますけども、まあ本当にね言葉も何もいただける時といただけん時ありまして、なるべく聞いていこうと思いながらこうですね聞く時は一回吐いて通るどころかそのままポーンとで入りも通りもせんということがありますけども、まあそんな中でもですね、あのせっかく機会をいただいとるということで、私もまた学ばさせていただきながら、あの共に聞いていきたいと思っております。で、まあ今回のテーマ、ね、立教改修と教行信証の、まあ、僧侶ということでですね、いただいとるんですけども、まあ教行信証、親鸞聖人のまあ書かれたですね、浄土の誠のまあ、教えを表された書物ですけども、謙譲度真実教行証文類、南無阿弥陀仏、お一つ信じる心お一つで皆浄土に救い取られる、その浄土のまあ、誠の教えとその行の念仏、南無阿弥陀仏、そしてまあその証、まあ証と、そういうものをこうまあいろんなお経なりですね、そのそれぞれ論なりから集められて明らかにされる。でまあね、この真が正式名称からは抜け取るんですけども、このね信じるということ一つが大変なこう問題になってくると、ただ信じなさいと言うのは簡単ですけどね、なかなかね全くこうですね、あこれこれ俺これでも邪魔ないと、これでもですねあの新人いただいて全くびくともせんぞと言ったところでですね、やっぱ何かあったらそんなものがあっという間に崩れていくと、ね、仕事でうまくいっとってもですね、あのコロナで一気にこうダメになるいうこともあります。あの全然こうですね、2日徹夜してもどうもなかった言うとっても、だんだん年重ねてきゃそんなわけにいかんし、だんだん体調を壊したりね、がんになられたりとかですね、いろんなことがある中でですね、まあそういう信じるということも
そのですね、あくまでその私の力でこさえて信じるんでなくて、阿弥陀さんから仏さんからのいただきもので、まあ、信じる心一つもそのいただきものということをこう言われていくわけですけども、まあ、そういう、まあ、天上の真実教行表文、ね、あの教行真章と呼ばれる、まあ、その書物が、まあ、あの大体出来上がったのがですね、1224年と、親鸞聖人が52歳頃だとこうされておられます。で、まあ、今年ですね、ちょうどでもないんですけども、この年を基準にしてですね、立教改宗800年で、あとね、御誕生850年ということでですね、3月4月に大きな法要が本山で行われたと。でですね、まあ、私も団体参拝申し込まれた方と一緒にって言っとらんがですけども、まあ、1回ですね、ですね、日曜最後の方の日曜日にですね、たまたまその日ほとんどお参りのない日で、フラッと朝一で本山に参ってきましてですね、でその共にですね、阿弥陀堂と護衛堂とあって、まあ、お勤めされてですね、お話を聞いてと。で、まあ、その時こそですね、皆さんと一緒に先ほどこちらで勤められた昇進へと道房法さんのお勤めとこうしておりまして、まあ特別なこうことじゃ、その特にお参り事はそんなねなかったんですけども、まあ最後の日はですね、舞楽をやっておられて、ちょっとまたお稚児さんもあってですね、なんでしたけども、私行った時は特別な日でなかったもんで、まあ、普通にこう普通言ったらなんですけども、一緒にお勤めして、あ、まあ特別、まあ正直ね、せっかく行っとりながらですね、あ、特別なお勤めなかったな言ってですね、そういうまあ正直言ってこう失礼な気持ちでこうおったんですけども、まあただね、それぞれやっぱいろいろこう工夫されておりまして、本山の前のちょっと前はごちゃごちゃしとったところも整理されてですね、いくつかテントを立っとって、まあ若い人向けというか、いろんな方がそういう広場で集まれるように言って、ちょこですね、お土産売っとったり、まあ何やらカレーの出店されとったりいうようなとこができとったりとですね、まあいろいろとこうまたまあ、若い人なりまた新しい方が参ってくださるようにとこう工夫をされておられましたけども、まあそういう、まあ、行事が今年開かれて、まあそういう、まあ、ことが、まあですね、正直私行った時は、まあ、そこまでたくさんこう人もおられんだし、まあ、まあこんな感じなんか言うて思ってましたけども、こうよくよく考えたら、親鸞聖人がお生まれになって850年で、この浄土真宗
南蛮陀仏の教え、親鸞様のその教えがこう開かれて800年、全然様子は違うでしょうけども、もうそんな時から800年も経っとるんだと思うと、なかなかですね、こう感慨深いものがあります。でそのまあ浄土真宗が開かれて800年と言いますけども、この浄土真宗を開いた言うてですね、それは誰が言うとるか言うたら、あくまで今の本願寺のですね、まあ坊、私ら坊主もそうですけども、そのまあ教団というかその組織が言うとるだけのことでですね、親鸞上人は別にですね、私は新しく浄土真宗を建てましたとなんてことはこう一言も言うとられんわけですね。あくまでその法然上人からいただかれたその浄土の教え、南蛮陀仏の教え、その誠の教えを何とかしてこう伝えたいということでですね、この書物を残されたと、まあ、いうことがございます。まあ、そういうですね、立教改宗ということですけれども、まあ、そういう浄土真宗ということですけれども、まあ、どこにそういうですね、真宗という言葉が載っとるかというと、その教行信証の、まあ、中にこうちらっと出てくるんですけども、ですね、まあ、最初のところの、まあ、目次のような場所に出てきますけども、その浄土の誠の教えはまずこの大無量寿経によりますと、でそこの下にですね、真実の経と浄土真宗と、ここでですね、まあ、初めてこう浄土真宗という言葉が最初のね、目次のところにはきちんと出てこられると。でそこからですね、その教行信証として、まあ神仏道化身道というふうにこう書かれていくんですけども、このまあ、真宗という言葉がですね、ここにこう最初にこう出てこられると。でまあ宗という字ですけども、まあ宗教の宗と、別にですね、その何ですかね、仏教、キリスト教、イスラム教といろいろ教えはありますけども、まあ言うたら何をこう自分の柱としていただくかと、何を中心としていただくかということですね。なんでそんな私無宗教やという人おられますけども、無宗教や言うても、例えばですね、とにかくその世の中金がないとあかんもんやと言って、お金を大事に、それこそですね、
何よりもお金大事やという人は言うたらお金共有か、お金が主の旨となっとるわけですね。まあ逆にそのね、あの健康だったり、とにかくですね、大企業行ってこう偉いもんにならんな、偉いもんならんな、勝ちないぞ言ってまあ頑張られる人おられます。まあそれはそれであの大変なことで、まあ立派ですけども、まあ言ったらそれで何宗教なんか知らんと言われても、まあその人は言ったらその地位とか名誉とかこう偉いもん教と言いますかね、偉くなることが自分の胸と柱になっているということですね。なんで正直こうですね、何かとみんなこうこれを一番大事にや頑張っとんがやということがあれば、それぞれやっぱ無宗教とは本当は言えんがでないかなと思いますけども、まあそういうですね、まあ周囲とはその自分が何を柱としとるか、そういう中でですね、親鸞聖人はお浄土と、みんな言ったらですね、一切至上、生きとし生けるもの全てが救われる教え、一切至上全ての人々が仏さんに救い取られて、誰一人見捨てられる、切り捨てられることがない、まあ、そのお浄土の世界こそ私が誠にその柱としていただいていくんだということでですね、浄土真宗とされた。でもちろんね、日蓮宗であったり、ですね、禅宗であったり、昔にはその華厳宗やらいろんな宗派、同じ仏教といってもですね、お浄土はお浄土でもまた別の仏さんの浄土だったり、いろいろこうある中でこう何々宗何々宗、まあ同じ宗の中でも何々派って派閥みたいにですね、まあ、派閥いたらまた自民党のあんなニュースになってしまいますけども、まあ、あんな派閥もね、正直坊さんも仏を目指すか悟り目指したりですね、大事な教え聞いとるんですけども、まあいろんなですね、考え方の違いとかいろんなことあってこう分かれてってしまう。でまあ派閥いたらおかしいな、まあそう何々派言ってこうできてくるわけですね。ただそのですね、まあそういうふうに学派や教団のことをこの宗と言いがちなんですけども、親鸞聖人におかれてはですね、まあそうでないと、そんな世間的なもんでないがやと。でまあ今のその親鸞聖人の当時の話ですけども、聖道の諸教と、まあ比叡山とかですね、比叡山延暦寺、奈良の、興福寺か、その真言宗のいろんなおまじないされる真言宗とか、あとはまあ華厳宗立宗やら言ってすごいそのいろんな学問される奈良のいろんなお寺さんとかいろいろありますけども、まあそれぞれの教えはですね、言うたらこの教えを聞いて修行して信じるいうのが全部言ったら自力、私の能力、私のこう力で務めとる聖道のいろんなこう宗派は我が身の努力を頼みにして、優秀なもんしか言うたら助かっていかんようなこう教えであった。でそれは全く今の時期に合わんと、まあ聖道末という言い方がありまして、最初は
お釈迦さんのですね教えをしっかり聞いてその通りに修行できる人がちゃんとおられるけども、500年経ったら今度形だけになって、でさらに経っていくともうその形さえもあやふやになっていくと、まあそういうですね正蔵末というね時代の捉え方がね、和さんにも正蔵末和さんとありますけども、もう親鸞聖人がそのですねご存命の時からもうその中の末法の時代であると、ですから自力で教えをこう聞いて自分の力で修行してその私の力で信じることを得ていく、悟りを得ていくと、まあ、そんな時期でないと、すでにその時を失しこう人のこう素質はもうそこに合わんと。だけども浄土真宗は在世お釈迦さんがおられた時も、まあ、その消防と亡くなられてしばらくの正しく伝わっとる時も、増末、あの形だけになったり形さえもあやふやになった時代であっても、で最後にまあ法滅と、その教え自体がほとんどもうなくなってしまうような時代であってもですね、そんな時代であってもまたそのような時代でこう濁ってこうなかなか良いことしよう思ってもまあ悪いことしてしまう、傷つけ合ったりですねこう腹立て合ったりしてしまう私たちを等しくまあ庇荫したもう、等しく助けてくださる、まあどんな生きとし生けるものすべてですね誰一人見捨てず救い取ってくださる、まあそういうふうにですねこの南無阿弥陀仏のもとに阿弥陀様の願いをいただいて浄土に生まれていくことこそ本当のですね浄土の教えの中の本当にこう誠に伝えられたかったことだと言って浄土真宗という言葉を使われる。ただあくまでですね言葉を使われとっただけで、そのですね自分がこの一派を立てて比叡山やら、ね、興福寺やらやっつけた例によってそんなことは一切なかったわけですね。そのなかったどころか逆にですね、あの命からがらというところがこうあのたくさんあってですね、まあそれこそこの教行信証 の最後の方のところにですねいろいろ書かれとるわけですね。あの教行信証、まあ、化身殿の末のところにですね、まあ、密かにおもんみるこのような我が力を頼みにして修行していく、まあその教え修行される分にはいいですけども、ただそういう中でちゃんと正しく修行して正しく悟りを得られていくということはもう大変こう難しい時代であった。それこそですね比叡山も開かれた時は、ね、国の宝とは何だと、それは宝物がどうとかですねその立派な着物どうとかでなくて悟りを求める心と、まあそういうことを言われとった比叡山でもだんだんこう言うたらですねいろんなこうだんだん大きくなりにつれて、まあ、権力であったりですねその、まあ、貴族の人たちとかもいろいろ入ってこう言うたら一大勢力みたいになってですね一部のこう中ではみんな薙刀持って武装してですねこう言うこと聞かんやつをこう勝ち壊すみたいなですねそんなことをしてきとった。だからそういう中にあって浄土の真宗はそんな世の中だからこそ南無阿弥陀仏一つ仏さんの願いのお働きでね仏の本願力で阿弥陀様の本当の誠の願いのお働きで
浄土に生まれていくと、そういうですね、教えは今こそですね、こう盛んだと、今こそこうですね、盛り上がっていくというか、今の時代にこそふさわしいと。ところがですね、所持の尺も、他のいろいろ今までの幅を利かせとった、比叡山であったり、その他の寺であったりですね、そういうですね、仏様の教えといっても、本当はね、どんな教えであっても、全ての生きとし生けるもの全てを漏らさず助けるという願いのもとに説かれとるはずだと。だけども、それがですね、一部のエリートだけのものになってしもとるということでですね、そういう、いろんな大きなこうお寺さんであったり、この都の学者たち、そういう人たちが、そのですね、だんだんでかくなるにつれてですね、そういう誠のその願いを知らずに、こう行に迷う、こう迷いの中、世間の権力とかにこう迷っていって、正しい道というのをわきまえることがない。そうしてですね、幸福寺の学徒で、幸福寺僧正というものが出されてですね、こう皆さん流罪にやっていかれる。で、幸福寺僧正がですね、1207年か、ね、この子1207年に、まだこの頃教行信書は書かれてない頃ですね。教行信書が、大体出来上がるのがこの17年後ですけども、もうきっちりですね、やっぱ強烈な出来事だったんで、最後の方に書かれております、この1207年のそのですね、幸福寺僧正によってですね、当時の、天皇ですね、井伊名高成ですね、後の、後鳥羽上皇かなですね、で、西暦上元日の都の宇の年、この1201年ですね、中春小春の候に到達して、でこの時、史上進化、その天皇もその進化たちも法に背き義に意志と、こう仏法に背いて、で義と、人の道からこう離れてしまう。義を義に意志、このちょっとごちゃごちゃになってきましたけども、義という字ですね、義理の義ですけども、いろんな話ありますけども、我が身を美しゅうすると、これここの部分がね、美しい、我が身を美しく、美しく正しくとかですね、そうあるようにという意味もあるみたいですけども、その仏法を正しく聞いて我が身を美しゅうと、その別にね、顔形姿の話でなくて、姿勢というかですね、生き方の話ですけども、その義に、意志と反してしまって、その怒りをなし恨みを結ぶ、全くこうね、仏法とはかけ離れた、その自分自身が、その自分たちが腹を立てたから言ってとんでもないことをしてしもた言って、こう書かれると、珍しくですね、
親鸞聖人のこう何ですかね、ある意味怨念のこもった文章といいますか、まあ、その南無阿弥陀仏をこうそんなやめなさいとこう言われるわけですけども、まあ、それがですね、今言うたら、まあ、こういうですね、それまでのいろんな修行を否定されると、でそれがね、あのただ言うたらですね、あそんなこと言うてもこう小さい者たちだけでこうなんで細々とやっとるなら多分問題にならんなんですね。なんかあの簡単なこと言ってやっとくけども、うん、まあいい加減なもんやなって多分ね上の人らからして休んだんでしょうけども、なんそうでなくて法然上人のもとにですね、あの上はこう貴族の人であろうと、で下はこう土地を持たんような人だろうと、こうないろんなこうですね、まあ、都の人だけでなっていろんな人が集まってこう聞いておられると、これはもうとてもこうですね無視しとけんということでですね、こういろいろこう、まあ、難癖をつけられるといいますかですね、そんなことになっていくわけですね。それこそ、ね、一部のところを見ればですね、ですね、こうこうかな、まあ心臓を図するその阿弥陀さん、このね阿弥陀様をこうですね新たにこう中心に備えるという新たな像図するとか、お釈迦様を軽んずるとかですね、まあ本当にねここにあのまあ本山でもそうですけども、うちもそうですけども、各お寺にお釈迦さんちゃね姿見えちゃらんですね。でもおられんわけでないんですけども、ちゃんとお経の中に入っておりますし、まあ正真言もお経ではないですけども、正真言の中にちゃんとお釈迦様の教えも入っておりますし、であとちょっとですね、うちは分からんですけども、あの三門大抵、まあ、本山もあの別院もそうですけども、三門の上にお釈迦さんとあの菩薩様左右にですねこうおられた、まあちゃんとおられるのは間違いないんですけども、まあそんな中で、まあ、お釈迦さんを頼んでるとかですね、いろいろですねこう霊心に背くで浄土に暗いとかですね、その誰もに開かれとる浄土なのにそんなことでないとこう言われたり、念仏を誤るとか、それこそそれまではこういろんなこう修行がある中のどっか隅っこに南無阿弥陀仏もありますよいう扱いやったんですね。でまあ瞑想したり写経したりいろんなこう修行の中でそういうことできんもんは南無阿弥陀仏もまあありますよぐらいの捉え方なのが、いや南無阿弥陀仏こそが全ての人に開かれとると、こう法然上人親鸞聖人がおっしゃられると、まあそこでですね、あのいろんな方がどんな人でもこう聞かれるようになっていかれる、それが当時の、まあ、幸福寺なり、まあ、比叡山もそうでしょうけども、やっぱ言うたら既得権益ですね。それまで自分のがこういうもんや言うて仏法の中心におったのが何やら脅かされそうやいうことで、そういうことになっていくと。で、ね、釈宗を存ずると、その仏弟子、まあ坊さんたちのこう和を乱すとか国土を乱ると、日本の国自体をこうですね、あの乱しとんがやいうというふうにこう言われるわけですけども、まあそういう中でこう念仏を、念仏ってしたらあかんもんやというお達しをこう働きかけて天皇陛下から出されるという大変なこうことが起こるんですね。でこれがずっとあって、まあ、親鸞聖人も、まあ、そこをですねこう
17年後ももちろんこうまるで昨日のことのようにこうですね思っておられる。至上神官法に背いてこの義に依して怒りをなし恨みを結ぶ。でこれによって真宗交流の大祖その浄土の誠の教えを摂取者の教えをこう開いてくださった元空法師法然上人並びに、まあ、門徒崇拝財家を考えず乱りがわしく私財に罪ずとですね、その上の人たちが自分らの都合でですね法然上人はこう島流しに遭いましたし、門徒のそのお弟子さんの中にはですねそのもう処刑されてしもって亡くなった人も、まあ、おられるとですね。ですね、征夷将軍従連安楽さん死罪と、で親鸞上人も、まあ、越後へ流罪ということですね。まあ、そういう大変なことがあってですね、まあ、そんな中で、まあ、あるいは葬儀を改めて、まあ、それまでお釈迦さんの弟子として、まあ、釈、まあ、当時も、まあ、親鸞と使われとったのかそうでないのか結構はっきりしとらんことありますけども、まあ、一応親鸞釈親鸞とされとったのが一回ですね、そんな人がそのですね、まあ、仏弟子とはとても仏様の弟子とは言えずということで無理やり一般人にしてこうですね罪人になると、まあ、藤井義実という名前が付けられたそうですけども、やっぱお釈迦さんの釈の字つけてそのまま罪にされたらですね、やっぱ他の者たちも言うたらお坊さんたちも、ね、世間から離れて悟りをこう求めるということで尊敬されとったもんですから、一旦こう罪を受けるときは普通の名前に戻してというですね、そういうことで藤井義実というですねお名前をいただいて流されると。でまあ私も流された者の一人で、そうなったならばもうただの坊さんでもないし、ただの一般人でもない。で、この上に、まあ、徳の字を持って、自分の名字として、で、この藤井義実という名前も、まあ、それはお上が勝手に決めた名前で、そこからですね、具徳釈親鸞とまであるならば、その天皇のお墨付きを持って存在しとるような、そういう言うたら権力とくっついた坊さんじゃないと。だけども坊さんでないんだけども、お釈迦さんの教え、お浄土の教えは正しくいただいとるから、やっぱ釈の字をいただくと、まあ、そこで釈の字を持ってましょうと、まあ、名字いただいて愚徳釈というですね愚かなハゲと、まあ、この、まあ、ハゲというのもですね、まあ上の方からしたらですね、そうかただの愚かなハゲ頭やって言うんなら認めてやろうという、まあ、一つ許可をもらいやすいのもあったんでしょうけども、ただやっぱねこのお髪剃りでもこう男のもんは大抵こう髪を剃りますけども、まあその世間のその地位とか名誉そういうもんを名門を捨てで
他人より優れとる、そういう比べてですね、勝った負けたいう気持ちもこう捨てる。で、最後利用、お金とかですね、財産とかそういうものにも縛られんと、まあ、その3つを表すという意味の徳もありますね。そう言ってこう天皇陛下やら上の門が認めとる認めとらんとか、そういうですね、世間のもう物差しから離れるんだと。そうでなくて、あくまで阿弥陀さんの本当の願いに帰っていくという意味で、この徳の字をこうつけられたと。まあそうしてですね、まあこの書かれていかれるわけですけども、そのね、上の門の天皇、その、まあ、天皇陛下に限らず権力者のお墨付きというところから離れてですね、この誠の教えと本当の願いをいただく身になっていく。そうして誠の浄土のこう教えを明らかにしていきたいんだと、そういう決意がですね、まあ普通ならですね、あのそんな言われのない罪でですね、こうまあ流されたりこう処罰受けたら、言ったらね、復讐してやるっていうね、そんな気持ちが、それこそね、昔からも、まあ、今でもね、あの火曜サスペンスやらいろんなドラマではそんな話ありますけども、親鸞聖人はそういう復讐に向かわなかったと。そうでなくて、こんなことがあったからこそ誠の教え、行書、誠の阿弥陀様、仏様の願いを明らかにしたいとこう決意をされたと、まあ、そういうことがですね、この最後のところにこう出てこられると。恨み、間違いなくね、恨みつらみはあったでしょうけども、ただ南蛮陀仏に出会ったからこそ復讐じゃなくて、だからこそこう明らかにしたいと、本願を明らかにしたいということにこう向かわれたということがあるんでないかなと、こう読ませていただいております。じゃあちょっとここでしばらく休憩して、もう少しお話しさせていただきます。南蛮陀仏、ではもうしばらくお話しさせていただきます、ね、なかなかいろんな先生話された、まあ、最後の12月で話すもんやから、まあ正直ね、私の話すことなんて、まあまだまだ浅い床ですね、なんですけども、まあね、私なりに話さんとしゃあないから、なんとか頑張ってもうしばらくお聞きいただければと思います。ね、先ほどその教行信証の最後の、まあ、御助とされるところで、まあね、とにかくその怒り、親鸞聖人の怒りのこう見えるところを読ませていただいておりましたけども、まあ本当にですね、その怒りがただのこうですね、まあ復讐でなくて、ならばこそということで、こう書物に向かって明らかにしようとこう書かれていかれる。で、52歳の時に一応大体出来上がったということはありますけども、それからもこう、いやここはもうちょっとこう書いた方がいいな言って、こういろんなとこをこう手直しされておられるのが、まあ教行信証でありますけども、まあこの1207年に、まあ、そういう流罪で4名の方、まあ、死罪とありますけども、まあそれだけで終わらずにこう、まあ、まだまだいろんなこう法難ということがありますけども、その1227年になりますけども、ここにも、ね、1227年、この20年後ですね、法然上人がその、まあ、流罪に遭われてですね、
あのまあ土佐、高知県に流されて、それから5年後に亡くなられる。で法然上人が亡くなってさらに15年後1227年にこの家禄の法難と言って今度はですね、幸福寺でなくて比叡山の延暦寺のですね、とこからこう訴えがあってですねまた念仏をこうやめなさいというお達しが出たと。で、まあ、法然上人からあの亡くなられて15年経たれておりましたけども、まあ、今の現在の知恩院の法然上人御廟というところでですね法然上人のご命日が25日ということでその大法要が行われておってですね、まあ、それをこうずっとこう比叡山は苦々しい思いでこう見とられたと。で、それからですねあの天台宗の上昇さんというですねあのお坊さんがその法然上人の千尺本願念仏中というそのね南蛮陀仏のこう、まあ、要というかこうですねエッセンスを書かれた書物を批判する、まあ、断崖三昧の断あの、ですねあの法断とかの断ですね断千尺という書物を書いて送られてそれにね良寛さんがですね反論してですね今度見千尺というような書物を書かれたりというようなですね、批判合戦がまずあってで結局その良寛さん その書物でこうまああのぐうの音も出なくなったとぐねぬとこうされたところを、ですねそうしたら今度こう暴力に訴えてこられたと延暦寺の方たちが町で念仏者を 見かけるとその黒い衣を破くみたいなこう乱暴行為に出てですねで最終的にまたこうですねあの天台のその時の、まあ、座主がトップの人がですね朝廷にそのまあ流寛さんやらその高斎さんやらいろんな浄土宗の僧たちをこう流罪にせとでそれだけでなくてですね東山にある法然上人の墓を壊して法然上人の遺体を鴨川にこう流して捨てるみたいなこうですねそこまで言うかみたいなね亡くなっておられたらねあのいろんな語弊はあるにしてもね亡くなられた仏様って昔から言っとったんじゃないかなと思うんですけどももうそこまでこうやるとまあそのさすがにねそこまで行かずにその松空さんという方がすぐに弁明書を出してですねそんなわざわざその遺体を掘り返してみたいなことはなかったそうですけども流罪には遭われていかれる、まあ、そういう中でますますですねその自力衝動の方たちは最初はみんな志あったかもしれんけどもだんだんその権威とかそういうものに毒されていってしまってやっぱなかなか我が身の力でじゃあきれいなもんになっていけんとその濁りっちゅうものはなかなか消えんもんやと。でそこでだからこそ本願のお働きの南蛮陀仏やということで親鸞上人はそのまあ批判だけでなくてですね自分自身の身をもこう振り返ってだからこそ私の力っていうものはあてならんと南蛮陀仏を正しく伝えようと思っても、まあ、そういうことにもなってきますし自分自身もですねあの息子の善男さんに正しく南蛮陀仏を伝えられたか言ったら結局ですね関東でうまくいかんでですね善男さんもこう今までの教えじゃなくてこっそり直接父ちゃんから聞いた本当の教えがあるんだぞみたいなことを言ってこう迷っていかれるとそういう中であの縁をその一応形まあ本当にかははっきりせんですけど形の上でですねその親子の縁を切られた実際は大事に思っておられたと思うんですね関東に一人残してって自分はですねずっとこう直接ね書物を書くことに集中してですね
本当はこうちょっと迷っとった時にですね、まあ、駆けつけてですね相談に乗ってやりたかったという気持ちもあったと思うんですけども、まあ、いろんなこうですねこう、まあ、悩みに悩んで、まあ、親子の縁を切られ義絶という道を選ばれて、そういうね親鸞聖人自身も決してそのですねならそういう比叡山やら興福寺を指南しとっても自分が正しくて間違いないか言ったらそんなことはなかった。自分もまあ親子のことでそういうこともあったし、いろいろですねそのやっぱ大変なことで新潟に流された時もいろんな方の助けで やっぱ生きてこれたわけでね、自分で全部作物作って取っておったか言ったらやっぱそうでなって、いろんな方の援助がなけりゃなかなかこうれんだと思いますね。そういう中で、まあ、親鸞聖人は南蛮陀仏にこう出会っとられたからこそ、そういう恨みとか怒りがこの南蛮陀仏を明らかにしよう、本が阿弥陀様の願いを明らかにしていきたいということをこうですね強く思われて、でまあ教団こんな組織作ってもですね、言うたらそれまでにでっかいこう他の組織があれば潰されるいうこともありますし、また仮にでっかい組織で残ってったとしても、今度はまあ比叡山にしろその興福寺にしろですね、大きくなってきゃどんどんこうですね、まあ、世間的なこう権力やったりですね、そういうものにどうしてもこう強く惹かれるような人らが集まってきゃ、またせっかく最初はみんなちゃんと立派な志持っとったそういうですね集団であったとしても、やっぱこうだんだんと、まあ、濁っていくというか、まあ、そういうこともあって、とにかくね、共に聞いていく人は大事なんですけども、まずはこう書物によってその浄土の誠の教えを明らかにしようとこう願われたんでないかな、まあ、そういうことですね。それで別に浄土真宗を私が立てなくて、法然上人からしっかり聞いたこのお浄土の教え、まあ、全ての人が助かっていく教えを阿弥陀さんの本当の願いを明らかにしたいと、まあ、そういうですね、まあ、ことがおそらくその立教改宗と言われてますけども、浄土の真宗とこう書かれとる、まあ、ことのですね、まあ、大事なこう願いでなかったかなと思います。まあ、ただですね、なかなかそうは言うても、そのまあ大教にしてもですね、この教えを説くためにあのお釈迦さん、私はこの世にこう誕生したんですと言われても、他のお経にもねそういうこう文言がいろいろあるわけですね。まあ、それこそ、まあ、日蓮宗さん の言われとる、まあ、天台宗もですけどもです、ね、まあ、法華経とかですね、そういうものにもですね、そういう言葉が、まあ、出世本願、この教えを説くために私がこの世に誕生したのいうことじゃ、他のお経にもいろいろあるわけですね。だからこそ宗派が分かれていくわけですけども、まあ法華経にしてもそうですしね、まあ華厳経にしてもそうですしね、まあいろんなこうお経があると、まあそれこそね、まあそういう中でまあいろいろあってですね、まあまあまあ、そもそもが本当はですね、たくさん説かれとるのはその人その人が
ちゃんと教えいただけるように、あなたはあなたにその伝わりやすいように言うてこう説かれとるから、まあ、本来ですね、そのこれが本当に一番ということは言わんでいいがかもしれんです、言わんでいいがかもしれんですけども、それでも今のまんまではそのようなそのいろんな修行をして立派なもんになる、ね、選ばれたもんしか選ばれたもんしか助かってかんというのじゃ、この全ての生きとし生けるものというところに反してしまうというところでしたね。でまたこの選ぶという字もあって、何万打仏を選ばれたということで、何万打仏を選んだ言ったら、ならあんた他の瞑想やらですね、そのまあ言うたらいろんな修行をだらにしとんがかと、まあ、そういう批判ももちろんあるんですけども、この選ぶという漢字は、まあ、これもともとの漢字辞典とかとは捉え方違うかもしれませんけども、この己、私と私、それぞれ好きなもんも違う、何でもですね、あの好きなもんも違うし大事にしとることも違うし、一緒におりゃぶつかり合うと、そういうものたちが、そんなもんたちでも共に一緒におれる、別にいつもかも一緒な必要はない、手合わせとる間は共に仏さんを願える、そういうですね、そういう道選んでこれしかあかんということでなくてですね、南蛮陀仏はそういうふうに全然違うものであっても、年違ったりですね、その好きなもん違ったり、私らみんな同じ家族であっても違うけども、それでも共にですね、あの仏さんの願いを大事に歩んでいけると、まあそうであってこそのこう仏さん仏教であるということで、じゃあどんなものでも共に、どんな違うものでも共に歩めるものはということで、念仏、南無阿弥陀仏が選ばれた。ですから南無阿弥陀仏以外はあかんでなくて、どんな違うものでも一緒に共に歩めるのはやっぱ南無阿弥陀仏しかなかろうということなんですね。だから修行できる人は修行したらいいし、何でもですね、あのこう世間のことを何でも科学でも何でも追い求める人はもちろん追い求めていいわけです。ただそんな者たちがあんたは違う言ってこうですね、ぶつかり合って傷つけ合うんでなって、どんな違いやっても南無阿弥陀仏のもとでは共に折れるんだ、まあ、そう言って先着南無阿弥陀仏を選んでくださった、まあ、それがですね、その自分とこの宗教が一番正しいでなくて、共に本当にその仏教を歩んでいけるには南無阿弥陀仏やと、まあ、そういうことがですね、あのこの浄土の真宗と書かれた、誠の教えを説きたいとこう書かれたことかなと。で、まあもう直行だけ話しますけども、そのまたこの大無量寿経は、まあどういうことかと、どういうことを書かれとるかという中に、一つね、慈悲の慈しむ仏様から、ね、慈しまれとるということもありますけども、まあ、第一と言って共に悲しむということもあるがですね、やっぱ私ら何でもこうですね、まあ、あの朝話した方のようにいろんなご縁でこうね、たまたまこう自分が若年性認知症になられながらもこう
この一日一日大事に生きられる人もおられれば、そんなこううまくいかん、むしろこうなかなか助けてもらわんでこう弱ったということももちろんあるわけですね。だけども直接ですね、あれこれしてくれるいうもんを選ぶんであれば、あくまで自分の都合のいいもんだけ、やっぱそういうもんだけこうより好みしていただいていく世界だけども、在彼っていうのはそうでなくて、悩み苦しみをまあ肩代わりはできませんけども、共にああ苦しいね、辛いね、ああ悲しいね言っていただいていけるということも、まあ一つですね、この大事な仏様からのこう願いと。でまあ私ね、あの夏場にですね、ちょっとあのお話ししていく中で、まあ、先ほどの住職さんも権月明のお話しされとったと思いますけども、まあ、新見南吉さんという方のこう童話の中にですね、こうカタツムリの話がありまして、まあ、カタツムリですね、こうですね、ちょっと書かんでいいような例ですけども、のっその外しか進めないと。ある時ですね、この自分がこんな、なんでこうのっその外しか進めんのかと、何やらこの殻に悩み、あの悲しみやら苦しみやらですね、そんなもんばっか詰まっとって、こんなのっその外しか進めんが出ないか言って悲しんでですね、でいろんな他のもんに聞きに行った。なんで俺はこんなね辛いことにならない、全然進めんしと言うて言ったら、もちろん他のカタツムリもみんな殻背負って、やっとことやっとこそこうちょっとずつ進んでるわけですね。あんたばっかでないよと、私の背中も見てみっしゃいと、ね、殻を抱えとんがやと、私もそんなねたったかたったかですね、そんな猫が獲物を取っときみたいにバーンってそんな動きできんが、精一杯精一杯ちょっこずつしか進めんぞと。でそうか言って他のとこに行っても、で他のカタツムリももちろんこう同じようにこう殻を抱えて、まあ実際ね重さで言ったらそんな殻重いことないかもしれんですけども、まあみんなこう殻を抱えてですね、ちょっとずつしか進めんがと。本当にこうそれこそね、下手したらひどい雨とか降ったら全然一日も進めん時もあるかもしれない。だけどもあんたばっかでね、みんな私もそんな殻を抱えとるんだと言って、まあそういうことをこう聞いて回った最初のカタツムリはですね、それで絶望したんでなくて、ああそうか、おらばっかりやと思っとったけども、みんなそれぞれ抱えながらでもやっとかっとでも一歩一歩歩いとんがいなと言って悲しむのをやめたっていうですね、まあ、そういうお話を書い取られて、まあ、それが一つまたこの大悲いうことでないかなと思うんですね。南蛮大仏、その仏さんのどんなものでも尊いものとして決して見捨てられんよと、まあ、そういう言葉じゃね、あくまで言葉でね、それ聞いて病気治るとかですね、宝くじ当たるなんてことはありませんけども、ただそういう目先のもんでなくて、みんな生きとる限りはいろんな目にあってかんな。それこそね、あのずっとウクライナとロシアにしても、イスラエルと、まあ、パレスチナにしてもですね、誰もそんなことしたないがにですね、もう、まあ、戦争になってしまってですね、苦しい。で私がね別に助けてあげれるわけでも何でもないですけども、ああ悲しいねと思ってですね、共にこう、まあ、そのまあ思いやるって言ったらまた上から目線ですけども、共に悲しむ私らもそのですね、ちょっと間違えれば傷つけ合ってしまうけども、そうでないと、共にどんな違いやってもそれぞれが辛いもの、苦しいもの、悲しいものを抱えて
こうやっとかっとでもちょっとずつ歩んどる、なんとかこう生活しとる大事なこう仲間や、どんな違いやってもこの苦しいシャバの世の中を生きとる仲間や、そういうですね、そのものの見方をいただくのが阿弥陀様の本願、願いを聞くということで何かなとこう思いまして、ね、私もこういろんなこうですね書物を読ませていただいております。なんでね、なかなかね、またこれあいう正解があるようでないようで、ただ大事なのはですね、いろんな問いを持ちながら、それでもこうやっとかっとでもこうですね、まあ進んどくかわからんですけども、こう一歩一歩こう生活させていただいておる。ですからで、なんか最初の話だけだと、まあ、比叡山とね、興福寺をなんか批判ばっかりしてるみたいですけども、あれも一歩間違えれば浄土真宗も自分その、まあ、うちのお寺もね、ふんぞり返っとりゃ同じことになっていくわけですね。そんなあり方でなくて、このようにその同じみんなカタツムリのようにそれぞれ抱えながらやっと一歩一歩おられる。それこそですね、念仏やめなさいとこうですね、まあ、そういう僧侶を出した、上慶さんという坊さんもですね、毎晩毎晩、あ、俺はこれで本当にこう正しいのかと言うて、こう毎晩うなされながらそれでもこういろんな修行をされとったという人がおられたりですね、決して単純にこれが正しい、これが悪いということは言えんもんだと。ただ言えん中でも共にですね、私もこうもうこれで間違いないと、これで俺もまあですね、ちゃんと分かったぞ言ってこう分かった気になったりですね、ふんぞり返ったりせんと、あくまでこう共に歩む者として、まあ自分はあくまでとの、まあ、選んだ何万打仏選んだんでなって、何万打仏の道をこう聞かせていただいとる。その中でまたこう、まあ、迷ったり悩んだり、まあ、辛い悲しいこともあるかもしれんけども、まあ、それでもこう相ましていただいとると、まあ、そういうですねことをこう忘れんようにいただきながら、また共に聞いていきたいと、まあ、そういうことをまた教行信証を改めて、まあ、ほんのごく一部しかこう読めてませんけども、こう読ませていただく中でこうまたそのような気持ちをいただけたことでございます。まあ、ちょっと半端な話かもしれませんけども、私のお話はここで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。では、最後に音読さんを何万の如来大悲の音読は身を粉にしても崩れし持ってってください。あ、はい、ありがとうございます。